ビッグボス DBはい、どうもこんにちは。ビッグボスお茶水駅前店のリーです。そしてビッグボスお茶の水駅前店の小板です。そしてもう一人、撮影担当のビッグボスお茶の水駅前店の伊藤です。はい、ということで3人なんですけども、普段ね、一人なんで、今日は3人で何やるんでしょうか。はい、今回はガルネリウスの機体とシュウさんが立ち上げましたボルベイドスエンジニアリングのエフェクター、そちらのボルベイドスオーバードライブをご紹介するために集まってもらいました。はい、はい、X でブランド立ち上げ発表以来すごく話題となってまして、シュウさんのファンはもちろん気にされている方非常に多いと思うんですけども、今回なんと発売を前にエフェクターをお借りすることができたので、2人に気になるサウンドや使用感をチェックしてもらおうと思います。はい、わかりました。それではね、行きましょう。レッツゴー。We'll be right back.
さんいかがだったでしょうか。はい、2人にたっぷり試してもらいましたけども、どうでした。うん、自分ね、マーシュルでクランチサンドから、このエフェクターと組み合わせで使いましたけど、すごくね、ミートが出るんですよ。もちろんリブも結構気持ちいいし、ソロのギターソロの時ね、すごく気持ちいいんですよ。それが、まあ、メタルやってる人が、まあ、すごくおすすめじゃないかなと思います。どうですかね。はい、僕はですね、このペダル、もうメタルサウンドにはもう間違いないと思うんですけど、まあ、それだけじゃなくて、このつまみを回すことによってクランチサウンドから、まあ、ちょっと本当にクリーンブースト、そこまで使うことができるんで、本当にまあジャンル問わず、すごくおすすめなペダルかなっていう印象を持ちました。はい、こちらの気になるこのオルベイドスオーバードライブの発売に関しての情報はブランドオフィシャルの X アカウントをチェックしていただいてアナウンスをお待ちいただければと思います。またこちらのモデルは全国の ESP 系列店舗で販売を予定していますほか、後日販売に向け特設サイトの公開も予定しております。情報については概要欄に記載してありますので、ぜひチェックをお願いします。それでは今回こちらのボルベイドスオーバードライブのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。